新山地蔵院は佐賀県神崎市神崎町的にある天台宗の寺院。本尊は千寿観音。新山は伝承によれば天平元年、聖武天皇の直願により行基が創建したとされる。かつて新山には三十六棒があり、それらを総称して新山五国寺と称した。地蔵院は新山五国寺の達中、不動院の死院で、元は 現在の旧年間の位置にあった。奈良時代に人式菩薩が訪れたとの伝承もある。五国寺三十六坊は、不動院、地蔵院のほか、生前坊、地蔵院の水上坊、吉祥院、法音院の浄土坊や宝林坊、縁丼坊などの名が伝えられるが、現存するのは、新山神社と地蔵院のみである。人形天皇の上は十一年、当より貴重した縁人は、 この新山で千座のごまを収めた。手法のため、縁人は赤いを掘り、明浄水と名付け、その時、土の中から、日吉宮と書かれた額を掘り出し、天皇に創上。人名天皇の日吉と,と比叡栄さんの人を合わせて、新山五国寺の称号を賜ったという。新山五国寺は、明治以前まで新山神社の神宮寺であり、不動院は日吉神社とも呼ばれた。 この神社の別当職も兼ねていた。戦国時代には、数々の陛下にかかり、六十二年、大友宗麟の兵により消失。以後、江戸時代になって、鍋島藩藩祖、直重、初代藩主勝重により、地蔵院は、不動院と共に再興された。明治維新後、神仏分離で三十六坊は次々と廃寺になり、地蔵院のみが存続した。実業家、 伊丹谷太郎の案により吉祥院の跡地と交換することとなり、地蔵院は吉祥院跡に移り、伊丹谷太郎は現9年案の敷地に9年かけて別邸を築造した。現在、五国寺の旧本尊泉寺観音や不動院の不動明王は地蔵院に安置されている。地蔵院は九州西国33箇所観音令場の20番札所であり、人々の信仰を集めている。 新山神社の参道入り口には、かつての五国寺の名残である、二王門が残り、かつての色が忍ばれる。二王門安置の金剛力士像は、神崎市の重要文化財に指定されている。六次像堂、ありがとうございます。